シャッキ王子の一人ごと、ルェイ,イ !007。はい、皆さんお元気してますかシャッキ王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。いってらっしゃい。はい、007ですね。えー、次回作は作られるかどうかまだ未定みたいなんですけども、僕のリアルタイムの007はロジャームーアでしたね。え根、ー、っから明るくてプレイボーイ。 えー、金髪で、はいえー、そこから始まったんですけどもテレビでショーン・コネリーの見直してあこれも面白いなと思って見てたんですけどもねやっぱり、えー、子供が見るにしてはセクシーシーンが多いってことで親からは敬遠されてましたはいえっ、ー、とやっぱり一番好きな W7 は誰かな って思ったら、ピアーズ・ブロズナンがやっぱり一番好きですね。ミスター007で、感じで、スマートで。まあ、その前に、あの、レミントン・スティールっていうテレビドラマでね、スマートな探偵役やってたんで、その後、ラークの CM でね、タバコの、あの、スパイノみたいな感じでやってたんで、ぴったりでしたねえ。中でも一番好きなのは、ワールド・イズ・ノット・イナフ。 でダニエル・グレイグになってからリアル路線っていうかあのまあ秘密兵器とかあんまり出てこなくなってえー、まあ人間ドラマで行くって感じでね一応ねダニエル・グレイグの,のはサーガーになってましてえー、まああのビギニングであるカジノロワイヤルから始まって、えー タイムトゥーダイで死んでしまうっていう形でね。まあ、一つの物語として直線上にあるんですけど、基本ダブルセブンは一話完結の方が僕は好きでしたね。はい。ほんで、まあ、イメージからすると、ショーン・コネディはダンディ、えー、ジョージ・レンゼービンは影が薄い、で、えー、ロジャー・ムーガはプレイボーイ、で、陽気。 で、他に誰がおったっけまあ、ティモシー・ダルトンはクライ。で、ピアース・ブロスナンはミスター・ジェームス・ボンド。でダニエル・グレイグンに関しては、真面目なのかなうん。真面目という印象がすごく強いですね。はい。けど嫌いになれないですね。M との関係、ジュディ・リンチ演じる M との関係性とかね。 特に一番好きなのは、えー、何やろ、スカイフォールが一番好きなのかな。あれは一番面白かったですね。あの、軍艦島で撮影したやつですけども。あの、まあね、元諜報部員が、あの、M を狙うんですよね。で、あの、007はどういう策を取るかっていうと、遠く離れたスコットランドの実家に戻って、 そこであの対決するっていうやつですけども、うん、あれが一番面白かったかなサム・メンディス監督の、はい、全部計算ずくめであの悪党が計画した罠にはまっていくボンドっていうのも好きですね、はいえー、皆さんにとって007は何が好きなんでしょうかいや、まあ、秘密兵器でしょうかやっぱり

忘れた。あの、がいいんじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい。あの、どうお考えでしょうか。聞かせてくれたらありがたいです。茶教授でした。チャンネル登録よろしくね。